カフェウォールさんの、ね、ご質問にお答えいたします。一位側の、ね、入力の線管電圧は3300ボルトですが、変圧器のですね、スター結線になりますので、これは1層分の入力電圧は、ルート3分の3300ボルトになります。次にですね、2次側の出力電圧はデルタ結線ですので、1層分の出力電圧はルート3 × 20オーム × 12.7 アンペアで254ルート3ボルトと、こういうことになりますね。でここでね、注意しなければならないのはですね、変圧比イコール膜線比の A なんですけど、膜線比はですね、変圧器の1次側の1層分の電圧ですね、これと2次側の1層分の出力電圧の比ということですね。これはまあスターとデルタで、結線違うんですけどね、とにかく1層分の電圧の比ということになりますんで、最後のですね、式のですね、A はですね、1次側のね、1層分の電圧を2次側の1層分の電圧で割るということになりまして、答えは 4.33 ということになります。